皆さんこんばんは。アキラの世界を元気にするスピリチュアルトークの時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、生き量に負けないで跳ね返す方法ということでお話ししたいと思います。この動画を見ていただくとですね、生き量に負けない自分を作る方法というのがわかりますので、そういう方法とかに興味があれば最後まで見ていただき、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。さあ、生き量っていうのはね、よく聞くと思うんですけども、生き量っていうのはどういうものかっていうと、僕たち生きている人の思いがですね、エネルギーとして、いろいろ作用したり、動いたり、飛んだりっていうことをしてるっていうことなんです。これ日常茶飯事に起こっているものなんですけども、例えばどういうものかっていうとですね、誰かを好きって思う気持ちってあるじゃないですか。あの人今何してるかなとか、私のことどう思ってんだろうとかと思うとね、エネルギーが飛んじゃうわけ、その人に。で、その人の周りでその人の好きとかっていうエネルギーが、わんさかしてしまったりっていうようなことになったりとかですね。あとはですね、喧嘩とかしたりして、こいつ覚えとけよとかっていうように思うことってあるじゃないですか。あれも確実にエネルギーとしてその人に飛んじゃうのね。そうするとその人嫌なエネルギー来たなみたいな感じで受け取ったりすることもあるわけです。例えば職場でね、すごく自分がですね、何かいい1位になったとかっていうので、2位の人があいつ悔しいとかって思ったりするでしょ。そういうものもやっぱりね、生き量、思いのエネルギーがですね、飛んでいって、良くないエネルギーが飛んできてるなっていうようなことをで、感じる人は感じたりするわけですよ。はい。こういうふうにですね、僕たちの普段はそのエネルギー、生き量の思いですよね。そういうエネルギーというのは見えていませんけども、確実に飛び回ってるものなんですよ。しかもね、すっごい飛び回ってるんだって、みんないろんなこと考えるでしょ。ちょっとしたことでも飛ぶと言えば飛んでますからね。だからいっぱい飛び交って、僕にしたらですね、携帯の電波って見えてないけど、確実に飛んでるじゃないですか。あんな感じで生き量っていうのは飛んでるわけなんですね。はい。だから、すごく怖がる人いますけども、そういうね、怖がる必要ないんです。なんて、日常茶飯事に起こってることだから。ただですね、さっき言ったみたいに、こいつとか、覚えとろよとかっていうような感じのエネルギーって、あんまり良くないから、そういうものが飛んできたりすると、感じる人はね、嫌な感じがするとか、ちょっと体調が悪くなったりするっていうようなことに、つながったりするわけなんですね。はい。ですから、こういうものが、やっぱり気をつけた方がいいということなんですよ。だから、今日はですね、その、生き量が飛んできて、嫌な感じがするな、っていう時あるじゃないですか。そういう時にですね、その、エネルギーに、生き量のエネルギーに負けない自分を作って跳ね返す方法っていうのをですね、3つご紹介するので、聞いていただきたいなと思います。まず1つ目。1つ目はですね、プロテクションをちゃんとするっていうことですね。これはね、生き量とかのエネルギーバーって飛んできてもですね、自分のこのエネルギーに影響をあまり当たらないようにするということができるわけなんですね。例えばですね、どういうふうにするかというと、この体の周りにバリアを張る。自分の意識の中でね、自分の、例えばオーラがあるとしたら、そのオーラの周りがわーっとバリアができてですね、で、自分は守られてるっていうような意識をすることでも、結構ね、力強いバリアができたりするわけなんですね。そうすると、外から生き量が飛んできても、パンパンって跳ね返して、なかなか入りにくくなったりっていうことが起こるわけなんですよ。またはね、こういう水晶っていうのはですね、やっぱりプロテクションになるわけなんです。そういう外から来た悪いものとかエネルギーにね、吸い取ってくれたり、守ってくれたりするって言うんですよ。だからこういうものをね、ちょっとこう、身につけておくとか、っていうことでもかなりいい感じで守られると思うんですね。ただですね、こういうものっていうのは 100% っていうのはありえないんですね。やっぱりちょっとした隙間みたいなのができたりして、そこに入るっていうこともあり得るわけなんですけども。はい。でもこのバリアとか、水晶とかをつけておくことでね、かなり高い確率で自分を守ることができるので、興味のある人はね、買ってみたりですね、自分でバリアを試してみたりするのがいいんだと思います。はい。そして二つ目ですね、自分のエネルギーを強くしておくっていうことですね。これはね、どういうことかというと、自分のエネルギーが強い状態であるとですね、そういう生き量みたいな思いがいろんなのが飛んできてもですね、中に入り込めない。
強さを持つんですよね。はい。ですから、まあ自分のエネルギーをできるだけいい状態で強くしておくということが大切なんです。で、これもね、そんなに難しいことではなくって、例えばどういうふうにするかっていうと、まあ、心がですね、わさわさガヤ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 なんかこうしてしまうんではなくて、ちゃんと穏やかな、こう思いをちゃんと平常心っていうのかなを持っておくとか、またはこうちょっと幸せに感じて、もうめちゃくちゃ幸せっていうのなくてもいいの。なんか、あ、自分ってラッキーだな、幸せだな、とか、あ、こういう幸せ見つけた、とか、そういうことでもいいの。そういうふうに思ったりしてると、どんどん、強くなってくるし、あとはまあね、よく言うのがワクワクするようなことをして行動しているっていう時も、やっぱりエネルギーが強くなってるので、そういうものが飛んできても負けない自分のエネルギーができたりするわけなんですね。はい。まあ、こういうことって、結構こう簡単にできたりするわけじゃないですか。ね、すごく高いなんかを買って、どうのこうのっていうのではなくて、本当にこう心のあり方みたいなので変わるので、まあそういうことでもできますので、自分の、まあ、エネルギーを強くしておくということがすごく大切なわけですね。で、そうやって気をつけないといけないのは、生き霊とかって聞くと、うわ、怖い、そんなの来たら嫌とかって思ったりするでしょ。そういうね、怖いとか不安になったりする、そんなのが来たらどうしようとかって思うとですね、やっぱり自分のエネルギーがちょっとパンと下がったり、弱くなったりするわけなんですね。そうすると、そういう思いが来た時にバーンってこう中に入ってきたりするということがありますので、うわ、怖がるのではなくって、よし、来てみ、でも大丈夫やでみたいな感じ自分の気持ち、もう本当にそうですね、なんかこういじめっ子が来ても私負けへんでって自分を守る、自分の強い意識で守るって言ってあるじゃないですか。まあそれと同じようなことがエネルギーの間でも起こってしまうということですね。はい。そして3つ目はですね、丁寧にお返しするっていうことです。これ僕大好きなんですけど、最近ね、これ僕ね、気づいてよく自分でもやったり、皆さんにもね、たまにお話ししていますけども、こう、そういう、飛んできてるな、なんか嫌なのが来てるなと思ったら、そのままね、もういらないから、お返ししますって返せばいいわけですよ。はい、あ。でもね、ただ、なんか嫌な感じするけど、誰から来てるかわかんないとか、そういうことってあるじゃないですか。もうそれでいいんです。もうね、意識の中でね、もうこれ、誰から来たかわかりませんけど、もういらないので、お返ししますって、そっくりそのままバーンって返しちゃえばいいのね。ただ、僕がよくやってるのは、なんか、来たものを僕が、こんなんいらんねんってこうやって返しちゃうと、なんか僕がなんか悪いことしたような感じだし、なんかこう、悪いなんかカルマを作ってしまうような感じがするじゃないですか。だからそうではなくて、僕がよくやってるのは、神様か、宇宙のね、なんかこのパワーにね、もう神様、これね、なんか飛んできてるみたいなんですけど、僕はもう全くこれを言いませんので、もう飛ばした人にそのまま、そっくりそのまま、お返しください、ありがとうございますっていう感じのもう神様に頼んじゃうわけですよ。ね、そうすると僕は悪いことしないじゃないですか。もうね、よくあるじゃないですか。なんかこう、なんかプレゼントっていうか、なんかこうもらうときにね、あ、もう本当いいです。いや、こんなしてもらったら困りますからって、ちょっともうお持ち帰りくださいっていうようなことってあるじゃないですか。もうそれと同じような感じですね。僕もこれいりませんので、生きるお返しください。っていう感じでやるわけなんです。もうね、こういうね、なんかやっぱり人をこう蹴落としてやろうとか、なんとかしてやろうとかっていうような思い、悪いね、思いっていうのは、順繰り回って、結局自分に返ってくるわけですよ。ね、それをこう順繰り回らずに僕のところに来たら、もうそっくりそのままダイレクトにお返しくださいって。もう結局その人に戻ってくるものだからね。っていうことをやってるので、ちょっとスピードが速くなるっていう感じですよね。まあ、そういうこともね、実はめちゃくちゃ効くんです。僕がやってる限りでは、本当にね、もうありがとうございます。神様よろしくって言ってありがとうございますって言ってやってるとね、結構ね、その戻って、はい、一件落着みたいなことになったりもしますので、はい、ぜひそういうことも試していただきたいなと思います。はい。まあ、こういうふうにですね、生き霊っていうのは本当にね、怖がる必要ないんです。もう、なんでかっていうと、日常茶飯事にすごく起こってることだから。ただ、そういうまあ、ちょっと強いネガティブな思いとかが飛んでくると、やっぱちょっと、あ、なんかしんどいなっていう体調を感じたりですね、またなんか知らないけどうまくいかないなっていうようなことがちょっと起こったりっていうようなね、トラブルが起こってしまったりとかっていうようなこともあり得るわけなんです。だからそういう時っていうのをちょっと考えてみてですね。まあ今日お話しした3つのプロテクションをするとか、自分のエネルギーを強くする、またはもう本当神様のね、お願いしてそっくりそのままお返しするというようなことをちょっと意識するだけでね、自分の
こう周りというのかな、疫病からなエネルギーを守るということもできるので、ぜひやってみていただきたいなと思います。この番組にはこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があればぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい、そして今日の番組面白いなと思ったら、下の概要欄に、概要じゃないんじゃない、コメント欄にラブ注入って書いておいてください。ママやったなと思ったらそっといいねボタン押しといてねそれでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか。ではみんなの幸せを祈って、ラブ注入届いたかな。それではまたお会いしましょう。さよなら。